今、はい、今、はい、あっち向いて、はい。はい、どうも、今、ほいです。またまたハワイ島に行ってきました。訳あって、今、ほいはよくハワイ島に行くんですが、今回はここ。ハワイ島最高峰、マウナケア入り口の向かい側にある、プーフルフルというところに行ってきました。このプーフルフルは、火山の火口からマグマが吹き上げられて、それが地表面に積もってできた噴石球だそうです。イモッホイはここのてっぺんまで登ってきました。まずゲートの中に入るとこんなものが。イモッホイ同棲にいた時に日本語しか勉強しなかったので、本当に英語は苦手なんですが、大体の感じでいくと森林を守るご協力をみたいな感じですかね。外来種や変な病気を持ち込まないようにって書かれてるっぽいです。イモホイはこの時に芋ではなく人間に化けてましたが、とりあえず足をこすってから中に入りました。イモホイのせいで芋ができたら困りますからね。で、準備は整い頂上を目指しました。反対側には雲がかかったマウナケアが見えますね。マウナケアを背に坂道をどんどん登っていくと、途中にこんな植物がありました。ビロードモウズイカっていう名前だそうです。ウサギの耳みたいですね。そしてイモホイ卵発見。これ一体何の卵でしょうか。ニワトリの LL サイズの卵よりは大きかったんですよね。ハワイ州の州長のあのネネの卵だったりして、まあ、イモホイ下ばっかり見て歩いてたんですが、途中で顔を上げてみるとたくさんの木が、いや綺麗ですよね。空気も澄んでてマイナスイオン満開でした。がよく見てみると木がもじゃもじゃ、木になんか生えてる。そう、このプーフルフルという名前、ハワイ語だと毛深い丘っていう意味だそうです。どうやら島の東に位置するヒロの方から流れてくる湿気が当たって毛が毛むくじゃらになるようなんですね。毛むくじゃらの木に囲まれながらようやく頂上にたどり着くと、立派な木がででーんとあったので、一瞬だけ芋に戻り木の上で記念撮影。この木を見ているとなんだか自然のパワーが感じられました。芋穂にとったら素晴らしいパワースポットですね。自然のパワーをいただいたところで、今度は裏道を回って下山。裏側の道は登ってきた道とは違って乾燥気候側なので、一気に緑がなくなるんです。ほら、さっきまでの緑が茶色くなってってるでしょ。下にたどり着くとこんな感じになってました。自然の力って不思議ですね。ちょうど湿地側と乾燥側の境目がこんな感じです。いやー、プーフルフル本当に癒されました。イモホイ的には世界5大パワースポットに入れてもいいんじゃないかってぐらい心地よかったです。途中にお弁当食べれる広々とした場所もあったので、次はお弁当作ってここにピクニックにでも行こうかな。皆さんもハワイ島に行く機会があればぜひ行ってみてください。毛深い丘へ。それじゃあまた。プーフルフル。